衣はカラッと、中はジュワッ、カレーの風味があふれ出す。タレに漬け込んだイワシは味わいが増してご飯が進む。イワシの竜田揚げをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずイワシはそれぞれ3等分に切り、混ぜ合わせた材料 A に30分ほど漬け込みます。汁気を拭き、片栗粉を薄くまぶしましょう。片栗粉をまぶすことでサクッと軽い衣に仕上がりますよ。170度に熱した揚げ油でこんがりと揚げれば出来上がりです。ご飯のおかずにはもちろん、お酒のお供にもおすすめですよ。ぜひお試しください。